青森はさ、雪降るから冬ね、農作業できないんだけど、そういう時はやっぱ道具の整備とか点検とかね、そういうことやってるんだけれども、まあ、今日やってる作業はこのスコップ、青森の場合これをスコップって言って、移植後手ちっちゃいのをシャベルって言うんだけど、これが地方によって逆になるんだけども、まあ、青森の場合これスコップって呼んでるんだけども、このスコップの剣先スコップ、先がとんがってるやつを剣先、角になってるのを角スコップって呼んでるんだけども、この剣先スコップこの整備をしていこうと思います。で、まあ、一番いいのはこの錆も削ってとか錆転換剤とか塗って、塗装しておけばいいんだろうけども、まあ、それはやんない。やってでもどうせまだすぐ錆びてくるからね、それはそのままにしておいて、今日やるのはこの先、この部分を削って研いでいきます。っていうのも、この剣先スコップっていうのは土をザクッと切ってすくい上げるっていう役割があるから、ここをね、刃物にしたいわけよ。ここを鋭くしておくことによって、使いやすくなるんで、ここがただただ使ってると映るかな、ちょっと分かんないけども、分かりづらいかもしれないけどね、あの丸くなっていくの、刃先が。これも何年か前に削ってあるんだよ。あるんだけども、だんだん丸くなってきてしまって、削れてね、石とかに当たったりとかして、で丸くなってしまって土が切れなくなっていくの。切れ味の悪いスコップになっちゃうのさ。だからこれを今日は削っていく。ただそれだけだけど、何本かあるから、まあ結構時間かかるんだけども、で使うのが、なんて名前なんだっけ、ディスクグラインダーの安いやつね。これで削っていく。これでギュイーンって回してきて、こうね、で削っていく。で、刃物に仕上げていくっていう作業をやっていきます。で、こっから先音量注意だから、音量下げるけどもね、すぐ音鳴るから。で、それで削り終わったのが、まあ、これなんだけども、見えづらいよな。うん。ちょこっと先っぽがね、こっちは明るいか。うん。ちょっとキラキラしてるのわかるんだけども、削れてました。ね、こう見ても、肉眼なら見えるんだけどもね、先がね、鋭くなってます。なんかいい切るものないかな。ここに今ないかな。あ、ちょっと待って。ちっこいじゃがいも切れるかな。これでスパッとね、こういう感じでスパッと切れるんで、ほらしっかり切れてるでしょ。断面出てる、映ってるね、こういう風に、まあ本当包丁みたいにスパ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 っていくほどではないんだけども、このくらいにね、切っておけば、切れるようにしておけば、土も掘りやすくなるんで、あとはね、木の根っことか切ったりするとき、まあ、あとなんだろう、大きく根張る植物、野菜とかでも、なんだろうな、うん、うん、あ、そう、うちで育ててるんだったら山わさびとか、ね、ホースラディッシュ、ローストビーフとかにつける、西洋わさび、あの根っこすごい伸びてさ、いっぱい切んなきゃダメなんだけど、そういうふうに切って収穫するようなもの、うん、であれば、やっぱこういうふうにね、刃物化した方が、使いやすいんで、まあ一般家庭でさ、家庭菜園ぐらいで、さっきのディスクグラインダーとかね、買うっていうのもなんかなと思うかもしれないから、まあ、例えばダイソーの手でやるヤスリ、ヤスリとかでちょっと削って、本当にこの先っぽだけでも削るだけでも違うんで、本当はこっちまでね、やってほしいんだけども、キラキラしてるところまでね、やってほしいんだけれども、まあ、先っぽだけでもね、やってあげるっていうのも、一つ道具を長く、現役で使い続けるコツになるんで、スコップの研ぐこと、
をやってみてほしいなって思います。まあ、暇がある時でいいからやってほしいなって。でまたね、あの時間があるとかやる暇があるんだったら、この辺のサビとかも削ったり、サビ転換剤っていうものを塗ってから塗装してあげる。そうするともっと持ちが良くなるんで、そういう道具ね、大事に使ってもらえれば。これをね、全くやってないスコップあるんだ、そうだ、持ってきてそれを見せようか。ちょっと待ってね、今それ見せるから、持ってくるから。これがね、あのじいさんが道路の氷をね砕くためにずっとガン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 やってて、ね、先っぽがなくなっちゃった剣先スコップなの、これがね。今俺が研いだやつがこれで、ほらね、このくらいなくなっちゃってるわけさ、ね、先っぽがね、このまんまね、あの使ってたから、当然も土掘るのも柔らかい土なら掘れるんだけども、硬い土を掘る時とかできないし、まあ、使えなくはないんだけども、やはり効率よく作業できないから、これ使ってると疲れちゃうんで、今じゃね、うちじゃ出番がない。まあ氷を砕く時に使うぐらいになってるんだけども、こういう風になってっちゃうんで、整備しないでいると。当然ね、こっちを削っていけばだんだんちっちゃくなっていくんだけれども、性能を維持したまま使えるんで、こういうね、まあ、サビもやれればいいけど、せめてね、今回やったみたいにディスクグラインダーで先を削って刃物にする、もしくはあのダイソーのヤスリとかでもいいから、金属ヤスリでもいいから、あのこう先っぽを削ってね、この辺手で削って使うと。1年使ったらちゃんと1年ありがとうねって道具の手入れをしてあげる。それだけで持ちは良くなるし、畑行くのも楽しくなるし、また楽に作業ができるんで、整備点検してみてほしいなと思います。今回はカクスコじゃない剣先スコップ剣スコの、整備の仕方ね、これの先っぽを研ぐっていう話でした。